皆さんこんにちは、パチスロ師匠ガイドの諸言語と諸積源ズブです。グレートおずつです。さあタイミング悪く開きましたね。いやー音を拾ったんじゃないか、ね、今日の展開をね予見するかのようなね。でも晴れてるからね。そう朝はね前半戦雨降ってたんですが、後半戦見事に良かったオープニング晴れております。やっぱね諸言を遮るものがないっていうね。だいぶ色々と遮られておりますけどもね。さあ諸言のパスロー華麗なる野望フレンドリーノリッチ後半戦ということで、諸言さん、はい、敬語禁止でさらに、うん、まだあるんですか、はいはい、三万芝居、三万、一人、お二人で、二人で、いやいや一時間で帰る、いや本当そうですよ。今時の機種で三万ってもうバカにしてないでしょ本当に。よし、ここぞとばかりに今使ったぞ。詳しい、詳しい、詳しいね。あ、詳しいよ。楽しい、もういい、もうあいつと話さねえ。まあ前半戦ちょっと振り返りますと、大津さんはまあ続行間違いないかなというような。そうね、ちょっと設定良さげなんだよね。そうなんですよね、押し目あんな入んねえしさ。いやあれはまあ今日一日打ち切ってもいいんじゃないかという感じですね。現状偶数クスっぽいからね。はいはい、わかんないけど、しかも上の偶数の上っぽいから、そうね、まあ、6も十分あり得るんじゃないかというところでありますけども、まあ、問題はそうなんですよ、ゲンズブール選手ゲンズブール選手が、僕の方がですね、まあ打つ台をフラ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 しておりまして、そうね、現状2万円投資で、今回まあルールで2人合計3万円しか使っちゃいけないという、これは9000円で、僕が今合計2万円なんで、最悪まあ、あれゾーン抜けたら2人で1台代わり合体で打っちゃう、はい、それも友達っぽくあれちゃありです。俺後ろに椅子借りてちょこんって座って見てるから、まあ、退屈いいそれでね間が持つならもうそれが一番いいんですよねがまあ1台は5設定っぽいんで打ち続けて、うん、まあもう1台どうするかというところをまあ注目して見ていただければと思います、うん、はい、頑張ります。諸言のパチスロ華麗なる野望、今回お邪魔したのは東京都田端にある将軍田端店さん。広くて設置機種の多いホールは91時間バトルをはじめガイドの実践でもよく使われるおなじみの有名店です。はい、では後半戦、今26ゲームなんでなんとか1リッパー以内で当てたいと思います。お、1ゲーム目から弱チェか。あー最後の1000円だ。頼むぞ頼むぞ。だからね今前兆来てないからどっちにしろこの1000円じゃ足りないと思うんだよな。これちょうど多分前兆始まったぐらいで尽きるな。これで押し目いけ、押し目、押し目いってそのまま当たれ。もっともっと、くぅー、あーきつい。泣きの一手お願いしに行きますか。行っていいですか。どうしたの真似して当たんなかったな。追加投資の時にどうしたのモノマネのクオリティで判断する。そうだね、クオリティ低かったら、うん、金額下げますよ、うん、1万でいいですか。まずはまあトシちゃんにしとくか、これ滑りそうな気がするからいやトシちゃんも分かんないんだけどな。じゃあ何になるといきますか、うん、そう、なんかもう倍返していいじゃないですか。ああいいよ、やってやって。じゃあ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 、それではお願いします。半沢直樹さんです。追加として倍返した。あ、もう一回行きましょう。もう勘弁してください。
なんか中途半端なんだよな。もういいでしょ、取れたでしょ。な、何逃げようとしてる。いやいや、でもやけどしかしないですって、こういうのは。まあじゃあやけどをもう一回見るっていう意味でも、じゃあ最後ハンザーの向きボイパス、うん、3、2、1、10倍返しさ。今の良かったんじゃないですか。まあ良かったと思います。目もほらちょっとなんか、うん、ちょっと涙が出てきた。これはどうなの、放送されない可能性あるよ。あ、いや放送されない方が僕はもういいです、本当に。マジ。それ、なんとかして、はい、なんとかして。もうあっち見てます。じゃあ応援してよ。いや、祈ってる。ありがとう、頑張る。頑張る。なんでおねえ臭いのよ。とりあえずなんとか。あ、多いぞ金。まあチャンスアップ。まあでも関係ないしな、全長。うわー、もう持ってくんなよ。危ねえ危ねえ。うわー、これ。あー、終わった。いやいやいや、まあ、ほぼ終わりっすわ。108始まりだからね。もう自分が頑張る。あいつ当てになんねん。とりあえずまあなんとか軍資金1万円プラスしました。まあ、もしかしたら見てる方はなんで軍資金がプラスされたか分かってないかもしれないです。その可能性は高い。むしろそうであってほしい。3、2、1、10倍返しさ。しかもここで着チャンス目引いたし。あー、もう下手くそ下手くそ。はい、というわけで再び2人仲良くトライドをしていきたいと思います。当たるな。とりあえず40マイル超えるまでは打ってみます。当たります。48秒マッカだね今日。おいおい、当たってる。まあゲーム数もあれだし、まあ当たりそうな感じですよ。これ大事だよね。努力は全部で60。 ART5 だからな。上手。まあそういう流れだよ。よかった。うわ、まあやっぱ偶数っぽいんだよね。ほぼ。あれ、ランカあっちのランカップ熱いからね。はい。もうビッグイメージしとけ、今からビッグを。まあ、当たるだろう。はい。終わった。ビッグ引くイメージよ。ビッグ引くイメージ、今から持っとかないと。いや、さすがにね。4連続負けはないよ。やっぱビッグ引いてカシャンって上げるのが楽しいからね。ここがスタートだから。まあ 23-4% あるわけだからさ。まあもうお前気持ちこもらず打ってんな。もうダメだって思って、ダメだ俺っていう俺が伝わってくるもん。まだ諦めてない。本当？まだ大丈夫。まだ折れてない。どうしよう。カルテクラッシュ中は。そうだな。どうする？なんかね、もうやれそうなオーラが出てないんだ。ああ、もうちょっとね。4-6。どうしようもないんだよな。あっちが当たるっていうね、ちょうどやめた頃に。じゃあ。何やんの北斗。ああ、いいよ北斗打ってくる。うん、
頑張る、うん、まあ残り時間とあとそのワンチャンスで何とかしないといけないっていうのを考えると、はい、というわけでテンション低い、テンション低い、低い、もう何代目かわからないけど、北斗転生を打ちます。ラストですよね。え、これどうするんですか。いや、まただからおっさんに泣き入れに行くかですよね。どうする。いや、まあ、いいんじゃない、打てば。え、いいよ、打って。いい、いや、いい、ありがとう、うん、ごめんね。ほんと、この番組でいくら負けるんだろう。さあ、頼むぞ。ダメだ。だからね、決まったのもあるかもね。いやー、あ、なるほど、推し面ですね。さっきの強チェリーで、強チェリーは強チャンス目で当たってます。ライン会場へ急げ。助かった。うめえ。まあ確率通り。応援してください。作戦通り。そろそろ左ですよ。ほら、流れ読むと頭になって。いよいよ偶数挙動っぽい。どう？ああ、300のゾーン抜けて、押し面で当たって。ART も入って。うわ、30。ね、ART をなかなか活かせず伸び悩んでるみたいな。あー、いやいや、ちょっとお互いきつくなってきたな。友達との間に不穏な空気が流れ出した。どうなの、当たってるわけないよね。当たったの、当たってない。どうしようか。打てばこれいいよ、これ、うん、俺上でパチンコってくるから。え、だってもう打つない、打つないないわけでしょ。いや、もう実際ないです。もうぶっちゃけどうしようもないです。もうできれば本当にもうやめたいぐらい。この番組のタイトルはなんていうんだっけ。華麗なる野望、モロゲンの、はい、じゃあモロゲンが打てばいい。野望のために。はい、というわけで大筒が最後に最後の望みを託してくれた。この台打ってもうまくるのは無理かもしれない。でも総投手が相当言ってるんで、ただもう大筒のためにもできるところまでやろうと思います。
背中から悲壮感が漂ってるな、うん、背中からすごいよ悲壮感がもうちょっと楽しそうに打たないと多分伝わってるよ。いや逆に 4,5 万も使って楽しそうに打ったらそれこそリアルじゃないでしょ。あ出た出た、絶対そうですって。あそう、うん、まあまあそうだけど、まあそうだけどさ、ほら 4,5 万使ってね、うん、なんかチャンスなんで、うん、わーっつってもほらそういうの限られた大崎さんクラスじゃないと許されないからさそういうキレゲーは。さあ来い、今日チャンス目、よし。AKB48 の7年間は情熱と挫折の AKB の美しさ担当と呼ばれ、大卒のためにもここは頑張りたい。こっから ART に小島だ、よし。いい、もうここでも何でもいい、この生かす、このチャンスをくれた大津のために。変わった瞬間一日パー超え、あーまた意外と行くんだね。これ説明しよう、球は多めに持っとかないとダメなんだね。あ、V、V いった、取ってました、すごい、いやいやすごいね、当たっちゃうんだ、はいはい、とりあえず当たりました、ありがとうございます、ありがとうございます。ほうほう、もうでもためがないから気持ちよくもなんともないよね。 V ってもう気づいたら出たし、あもうあれか、終わりっすな、あこれがジャンプすればっていうのもあんの、あラストチャンス、あやりました、やりました、やりました、これはバカっぽくて面白くね。いやこれ放送したらでも何の番組だっていうことになりますな。一応もうね大体把握したから連チャン終わったらやめてもいいかなっていう気持ちになってきてるけど、まあモロゲンを見ていきましょう、モロゲンをね。やっぱり初回から全部僕が、まあ、設定1を例えば打ってたとしてもそろそろねそろそろ買っていいと思うんですけど、もうねいやなんか本当になんかこうもういや自分の実力不足だっていうのはもう重々承知した上でちょっとその言わせていただくと、なんかもう見えない力が働いてるとしか思えない。本当に飲まれたの、飲まれて、うん、飲まれて追加投資も発生して、うん、合計の2人の投資が、うん、もう5万円に達しました。やめたい、俺ゴレンジャー2000買ったから実質4万8000ということ手もあるよ。いやいい当たり方だったね。あれ何、1ニッパスルーで2頃まで行ったということ、1ニッパ以内でその譲り受けてすぐ当たったんですよ。当たったんだ、ほらその後、その後何、バケビッグバケ、あどっち押した、右、バカだな、俺が左だったのは見てないんだ
すんごい上手に流れ読んで左ビサッってあったよ右に右なかなか右左ユーチューバーで右言ってる。そうそう、だからほら一緒に当てたじゃないですか。一回考え方改めなきゃだけじゃないんだよ。今は右中右の流れだから。なんか下で打ちたい台ありましたか。いやまあ刑事打ちたい打ったことないから。まあジャグラー打つ、とりあえずじゃあ打ちますか。もう一回10倍返してやっちゃう。いやいやいや、もうまあ最後にね、じゃあ思い出作りにね、はい、並んで打とう。とりあえずまああとちょっと、まあ、せめて480までは続行しようということになったんで頑張ります。おあれ、これちょっと早い、割と珍しいね。当たんじゃね。大丈夫だろ、これは。じゃんけんか。どっち？俺左。左？うん。いや好きなのでいいよ。ああごめん。残念。これうまい。圧が入る。ほう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 。あ、入った。カウントメイク。おお、後期の方だ。お。なんかようわからんな。お。まだわからん。あ、ほらほら。当たんじゃね。ほら。チョコレート。仲間。やりました。俺がこれで大逆転しちゃうの。仲間。左だ、中だ、左だ。これで7揃えなきゃダメってことでしょ。そう、これ20ゲーム間に左だ、右だ、中だ、右だ、左だ。ごめん。いや、いいよ、やって。もうやりなよ。右だ、中だ、左だ、中だ、右だ、左だ。ごめんね。あ、これ何？後期が揃えば、エース発展して7が揃うかもしれない。で、第一選手でもブランデーからやったら、その時点でも外れ。なん、どこから止めてもいいの？ OK。あ、そうなの。超熱い。やったらしいよ。あ、あ、熱っしょ。カッパリのちょっと、あ、シングルか。あ、こういうことなんだ。キセル売るかも。あ、ないか。やっぱり、おじさんぐらいの方にタメ口を使うっていうのは、本当難しいですね。そうだよね、難しい、ね。タメ口をさ、田舎の言葉とかでしか使わないわけじゃん。だから標準語のタメ口ってもう分かんないしね。そうそう、で年代もやっぱりそのやっぱだいぶ僕よりやっぱ上だから、うん、その対等に話すっていうのはちょっと違うじゃないですか、うん、まあでも番組の企画だから、ね、そうですけどそこは例えばさっきおいキョちゃんでいいわけでしょ。そうだからそういうのですよ、うん、そういうところが足りなかったなって。
ま、この番組が何をしたいかっていうのが今一つ俺出てて分かんない正直その森岡の野望、野望っていう、はい、まあまあ大行な単語を使ってるけど野望って何なの僕も自身もよく分かってないですけどね、まあ、こっちから提示してるこの番組のコンセプトとしては、うん、もうモロゲンさんが一流の人を目指し、そうでしょ、そこなんですよね。やっぱり今日思ったのはモロゲンまだ足りねえなっていうなるほど、やっぱりその辺が僕にはまだ足りないと。まあ、もちろん大変とか自分でも割と対局感がないよね、対局的に見ないよね番組をね、もう自分のここの体だけ見るその、ま、もっと番組全体見ろと、視野を広く持てということですね。ヤングさんとかね、あ、まあ、木村君がやったことないけど、木村君のテレビでもやっぱうろちょろしてあれしてんじゃん、うん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 、調子良かろうが悪かろうがお前にはまだ足りないと。もうまあ随分足りないんじゃないですか。まあ今日はまあ勝負に行ってたっていうところもあって、周り見えてライブもありましたね。まあ、絶対勝つに行くっていうのも伝わってきてたんで。いや本当でも今日勝ちたかったですね。いけると思ったんだけど。今日はその整ってたとりあえず。そういうものに関して言えば、うん、勝つべき舞台は整った、ね、うん、それに対してこういう結果になったっていうことはもう非常に歯がゆい歯がゆさを、うん、話面白くないから食べちゃっていいかな食べちゃっていいし、あの喉が空いてるから、あの喉潤した方がいっぱい喋ってた、うん、これ真面目なんだよねやっぱりね、うん、あー、あと勝ってる自分を見せたいっていうね、いやらしい欲望がある。あ、違う、それはないですよ。それはこの番組に関して言えば、ないの。あの、もともと企画がそういうのばっかりだから。そうなの。そうそう、だって勝つのがまず無理だろうっていう企画がありますからね、中には。うん、だそういうのもあるから、まあ、そこに関してはそんなにないですかね、うん、正直。ただやっぱり、これがやっぱ冠番組のプレッシャーなんでしょうね。それは受けてるって感じはすごくあるよ。うん、そしてまだモロゲンには冠が早かったなって今。八百屋枯渇が高笑いしてるよ。そうね、まあプレッシャーはあるんだろうなって思った。いや、番組ありますよやっぱり。でもね、だから結局何かっていうと、番組の成功のビジョンが浮かんでないんだと思うんだよね、勝つこと以外に。あ、なるほど。例えばお話が面白くても番組は成功するわけだから、うんうんうん、なんか負けてるからシャリムに取り返していくっていう方向性しかないから、だったらおしゃべりしてみたりねみたいなの、うんうん、いいんじゃないのかなっていうね。なるほど、いや、そういうのは勉強になりますね。本当ですか。あ、ちょっと待って、いつも二度と出ないですけどいやもうそう、こんなものが見たくないいや、モロゲンもうめんどくさいなって思った若干薄々ね、なんか勝負にめんどくさい人間だなって思ってたんだけど。いやでも今日は本当に勉強になりましたね。いやいやいや、本当ですか。やっぱりその先輩ライターと、うん、大先輩のライターさんと一緒にこうやって実装させていただくっていうのはなかなかないですから、非常に勉強になりました。しかもね、タメ口だなんてそんな考えられないですけど、いやもちろんありました。いいな。あ、で次回こそはちょっと勝ちを目指してまたまたまた次回はもう、うん、絶対勝ってやる。ありがとうございます。この回ってるんですかね。ダッシュ。ダッシュ。やりました。勝たせてよー。勝たせてよー。